河野秋武は日本の俳優。旧芸名は山崎進造。長崎県南高木郡安中村信仰の生まれ。父は公務員で6人兄弟の次男として生まれる。県立島原中学から東京物理学校に進学するが1930年11月に中退、1931年11月に全身座のプロレタリア演劇研究所に入った後、 全身座の座員として舞台に立つ一方、1933年に、全身座ユニット出演の映画、段七しぐれに顔出し出演する。1939年に、王将、1940年8月に除隊し、全身座に復帰。1942年3月に退団して、東方演劇研究会に参加する。同年、ハワイマレー沖海戦に、出演。 1943年から東方専属で映画を主な活動の場にする。黒沢明のデビュー作、姿三四郎、一番、美しく、俗姿三四郎、ドラノーを踏む、男たち、我が青春に悔いなしなど立て続けに起用される。特に、我が青春に悔いなしでは、自流に乗って、賢治となり、権力を行使する残忍な悪役を演じる。以降は、 送信で、神経質な役で、性格俳優として、評価を確立。1947年のオムニバス映画、四つの恋の物語の第四話、愛のサーカスでは愛人を、曲芸の最中に殺害する、空中ブランコノリを主演、また谷口千吉監督の、銀霊の果てでは、悪役から一転し、三船敏郎を噴する、強盗犯に、 逃亡の道案内を強要される、登山家を演じ、その知性的な演技によりたちまち脚光を浴びる。しかし、この頃に、折からの東方葬儀のために、河野は、俳優の佐賀義平や、監督の山本札朧らとともに、自発的に東方を代謝。フリーの俳優として、一行は、小畜、大英、東英、日活の映画にそれぞれ出演する。テレビドラマへも、 初期から活躍し、私は会になりたいや、白い巨頭など、多くの作品に出演した。映画は1973年の、宮本武蔵が、最後の出演。その後は、異海洋で、伊東市内の病院に入院していたが、1978年3月17日午後1時52分に、脳血栓のため死去した。66歳遺没。ありがとうございます。